ヘルムス・オーズコツのクワガタの標本、ヘルムス・オーズコツのクワガタは、高注目、クワガタ虫科、オーズコツのクワガタ属に属する、クワガタ虫。オーズコツのクワガタ属最大種であり、ニュージーランド産、クワガタ虫科の最大種でもある。ニュージーランドを代表する昆虫の一つで、ヘルムズ・エストックビートルあるいはヘルムズ・エスビートルと呼ばれ、ニュージーランド発行の昆虫が掲載された書籍の、 多くに本種が紹介されている。ジョバドーカス属では最も分布が広く、地域によっては個体数は少なくなく、ニュージーランドの書籍でも普通種とされている。しかし地上に出て活動することが少ないため生息地を訪れても偶然見かけることは稀で、確実に観察するには、正確な生息環境と生態についての知識が必要である。携帯。 17.5から 44.0mm、16.5から 27.5mm。ただし 44.0mm は古い時代に採集された例外的に巨大な個体であり、現在では 40mm を超える個体はほとんど見られない。また、場所の後の調査で 31.0mm に達する個体が発見されている。ニュージーランド南東本土の大部分の産地では、 個体数が少なく 20mm から 30mm の中から小型個体が大部分で 35mm を超える大型個体は非常に少ない。厚い腐食度に覆われた臨床を持つ原生林がよく保存されているスチュアート等では個体数が多く 35mm を超える個体も比較的普通に見られる。形態の頭部が非常に大きく。 大型個体では異常に大きく発達する。前胸も非常に幅広く、前方に向けて逆台形に広がる。前述の 44mm の個体の前胸幅は 21.5mm もあり、体長に対する比率は前、胸幅が非常に広いことで有名なアルキデスヒラタクワ型単派型の特に幅広い個体に匹敵する。の体裁は太く強大で内ちは、 左右非対称。内情法に強く湾曲し、基部から釈迦法へ伸びる頂大で鋭く尖った内刃のほか、数個の小さな内刃を備える。の体裁も、左右非対称で鋭く尖った先端と2個の内刃を備える。足は長く頑丈で、特に全形節はよく発達して、地中を掘り進むのに適した形態になっている。形節はほぼ直線的で湾曲しない。 虫と爪も頑丈で、口実のように木に登るのも得意である。共に背面が強く膨らみ体は厚みがある。横幅もあるので体調の割に迫力のあるクワガタムシである。の体表は滑らかで光沢がある。上羽には短い毛が密生し、縦状をなす。の光沢は鈍い。本属のすべての種に共通する特徴として、厚く硬いサヤバネが融合し、 高子が退化しているので飛翔できない。産地により、体系、体細、上羽根の高市場などに別足として分類できるほどの顕著な地方変異が見られるが、系統立った研究は進んでいない。ニュージーランド南東西海岸から南海岸を経て南東海岸まで、及びスチュアート島の低地から丘陵、山腹にかけての南極部の主体とする原生林に、 点々と分布するが、環境の変化によって絶滅したと思われる産地も多い。南東における分布の北限は、島の北端に近いマンガラカウ付近、東はダニーデン付近まで、南は南端のザブラフまで分布する。一般に北部では少なく南部に行くほど個体数が多くなる傾向が見られる。20世紀までの記録は、低地から、 中山帯にかけての森林地帯からのものがほとんどだったが近年昆虫を含む自然に関心を持つ登山愛好家によって岩場には一生同じ木と草が生える高地からの観察例が複数報告され最高で標高1552メートルからの記録がある臨床に草やシダが少ない風通しのいい森林に生息し特に 南極部ナを主体とする明るい紅葉樹林を好む。生涯の大部分を腐食土中で過ごす。腐食土が深い場所では深さ1メートル以上の新書に生息することもある。高地に分布する個体群は矮小な樹木が混じる草地の植物の根材や岩の下に生息していると思われる。成虫は地上に出ることは少ないが深夜に深い行動を出て、 大木の根元や地上を歩行している個体が見られることがある。一部の地域では活動期の終わりに南極船の樹幹に登って樹皮をかじり樹液を接触する行動が観察される。稀に南極船の根材に掘った小室やプリリモスの幼虫により樹幹乳が垂れた穴に潜む個体が見られる。本属で地上に出て樹液を接触する行動が確認されている種は 本種と G ーノービジーランティだけで、他の種は地上での後食の観察例がない。本種はニュージーランドでは冬に当たる12月上旬に、キノコの一種に多数の個体が集まって接触する様子が観察されている。樹液の接触が観察されていない種も、植物の根などの地下部、落下した果実、キノコ、他の昆虫など環境に応じた広範な食性を持っている。 可能性がある。幼虫は冷たい深い腐食途中で長い年月をかけて成長する。終わり霊幼虫になってから8日までに少なくとも2年を要することが確認されている。長い幼虫期間と比較して成虫になってからの生存期間はさほど長くないと推測され、1年から2年程度と推測されている。成虫の天敵はヨーロッパから侵入したネズミ類や、 オポッサムなどで、倒木化などに捕食され、かじられたの頭部がよく見られる。幼虫の天敵は、ネズミ類、オポッサム、鳥などで、大型のゴミ虫にも捕食される。しかし地中深くに生息する本種に、それら天敵はさほど脅威にはなっておらず、存続を脅かす、主な原因は、伐採や工事による、紅葉樹林の破壊である。 生息環境の変化に敏感で、生息地の臨床に草やシダが密生して暗く、風通しが悪くなると移動、または死滅して、姿を消す。幸い20世紀中期以降ニュージーランド政府は、固有生物保全のため国有地はもちろん、私有地においても原生林の新規伐採を制限しているので現在残っている、生息地と本州の存続は、楽観的に見られている。 オーズコツのクワガタ族は、本種の他に、下記球種が記録されており、すべてニュージーランドの固有種である。ジョバドーカス族はオーストラリアに分布するリースッツ族に、近縁と考えられ、1996年に、ドクター B.A. ハロウェイによって親族として、分離されるまでは、リースッツ族に含められていた。発見と記載自体は古くも色種 G. ノービージーランティは1845年。 本州 G ヘルム G は1881年に記載されている。ありがとうございます。